どうも、お家にあるちっちゃい小袋巾着を集めたら、なんと23個ありました。タンポポ川村です。皆さんのお家にちっちゃい巾着いくつありますか？本日は ASMR お疲れ様動画に挑戦したいと思います。よろしくお願いします。もしもし。左耳です。こちら右耳です。みんなお疲れ様です。今日も一日お疲れ様です。ご飯食べましたか？ご飯ちゃんと食べた人すごいですね。ご飯大事ですよ。お米食べた人手あげて。ご飯作った人、偉いですね。お疲れ様です。今日も一日頑張りましたね。お疲れ様です。ナイスファイトです。みんなお疲れ様です。お家帰ってちゃんと手洗いうがいして偉いですね。除菌大事ですね。お店行って除菌して、お店出てまた次のお店入るときまた除菌して、何回も除菌して偉いですね。で、カピカピになっちゃった人ケアしてあげてくださいね。みんな偉いですね。今日もう一日本当にお疲れ様でした。学校行った人、会社に行った人、お疲れ様です。リモートリモートでやった人もお疲れ様です。たまには外歩いてくださいね。お疲れ様です。今日で、偉いですよ。お疲れ様です。まぶたを上げただけで偉いですよ。お疲れ様です。顔洗って洋服着替えて朝ごはん食べて立派ですね。朝のやることちゃんとやって偉いですよ。起き上がって家を出るだけで偉いですよ。立派ですよ。毎日毎日ほんとお疲れ様です。朝起きてちゃんと身だしなみちゃんとして、お化粧した人はお化粧して、髪の毛整えた人は整えて、外にちゃんと外に出ようって思って偉いですよ。立派ですよ。すごいですよ。朝靴を履いてドアを出ただけですごいですよ。学校を向かった人すごいですよ。会社に向かった人偉いですよ。バス停まで行ってすごいですよ。電車乗って会社まで行った人、学校行った人立派ですよ。電車の中もじっと黙ってて偉いですよ。本読んでた人、ゲームしてた人もすごいですよ。時間を有効に使っててすごいですよ。毎日毎日お疲れ様です。ご飯をいろいろ作りだめしてる人すごいですね。お家で過ごしてる人もそれはそれで本当に立派ですよ。お疲れ様です。毎日お家にいてお家のことするって本当に本当に大変なことなんで、本当にお疲れ様です。作り置き食材とか作っちゃってる人マジで尊敬です。今度教えてください。お願いします。朝ごはんちゃんと食べた人すごいですよ。お昼ごはんちゃんと食べた人すごいですよ。夜ごはんも食べた人すごいですよ。明日への活力ですね。明日への活力が出てお風呂に入った人すごいですよ。シャワー浴びただけで偉いですよ。顔洗っただけでもすごいですよ。毎日毎日大変な中偉いですよ。爪切った人身だしなみ気をつけててすごいですね。耳かきした人よく音が聞こえるようになりますね。すごいですよ。大変な中頑張ってますね。これからテストを控えて勉強してる人偉いですよ。まず机に座っただけで偉いですよ。その後ノート開いた人すごいですね。その後勉強の教科書開いた人立派ですよ。
しますよ。今日も本当に一日お疲れ様でした。